はいどうも、ヘビフロックと申します。今回は大量のミルワームの中にこのゴキブリを入れたらミルワームは食べるのか検証していきたいと思います。前回レッドロチっていうゴキブリにミルワームをあげたんですけど、今回は逆にミルワームにゴキブリをあげたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは早速与えていきたいと思います。暗い、うわ、めちゃくちゃ集まって食いついてますね。観察してみると腹部や足からじゃなくて羽の付け根から食べていってますね。あと食べながらどんどん移動していってますね。おお、バラバラになってますね。はい、こんな感じで羽しか残ってません。ここに腹部があります。硬くて食べれないかと思ったんですけど、外骨格もちゃんとかじって食べてますね。あとこれだけしか残ってません。はい、というわけで今回はミルワームにゴキブリちゃんをあげたら食べるでした。というわけでご視聴ありがとうございました。